はい、第4回いかがだったでしょうか。まあ、皆様の出会いを心からお祈りしております。どうも仕事運が良くないとか出会い運が良くないという方はぜひまたアルファの方にもお問い合わせください。私の方から適切なアドバイスをさせていただきたいと思っておりますのでお待ちしております。